晩はううんなんだって 喋り会ありがとうございました。ハルルンとの喋り楽しすぎる。でしょ？<laughs> でしょ？どうも。こんばんは。雨降ってますね。雨の音聞こえる？なんか。 すごい雨降ってるんだよね、外がそうなんですよ雨がザーザーです今日もお疲れ様でした私は今日はオンラインおしゃべり会っていう今発売最新シングルの特典会ですねやっておりました 参加してくださった皆さんありがとうございます。はい。あのう、ー、お、十一時になりました。 寝寝寝る時間まません寝ませんんはい <laughs> 今日も京都で配信を、まあ、始めたわけなんですけども今日も一日ありがとうございましたということを今言ったか言ったありがとうございました。 あーとなんかもうちょっとでハロウィンみたいなんですよねびっくりびっくりハロウィンだってどうするみんな何するんだろうハロウィンって <laughs> みんなハロウィンはあさってですよねあさってハロウィンだって何すんの 今日も京都で推しがかわいすぎてすいません <laughs> すいません <laughs> 優しい優しいにもほどがあるいや小さい時とかはお菓子をくれる大人がいたんですけどうんそうですね今は私は大人ですからどうなんですかね 私にもお菓子をくれる大人がいるんでしょうか。どうなんでしょうか。私ももう大人ですけど、でもまあ、子供。えー、まだ子供でいたいな。いや、でも大人、私は、はい、大人なんです。お年玉もらえないんだよね、今年から、そうじゃん。 え苦しい <laughs> 私好きな時期がその年末年始が好きだなーっていうのがあってでその冬から春になる感じが好きだから私の1年間の好きな時期があともうちょっと。 もう一季節超えたくらいから始まるので胸を膨らませ心弾ませ待つんですけどもうんまあハロウィンはそんなに自分の中で重要な <laughs> 季節ではない <laughs> そうですねあんまりそんなに人生の中でハロウィンを重要視した 経験はいないです NO! でもまああのー、アイドルをやっているとハロウィンという行事にもちょっと参加させてもらえるんですよそうそうまあなんかコスプレ私が多分一般の 女の子だとして普通の芸能とかこうアイドルとかをやってないとしてそのコスプレをコスプレじゃない仮装か仮装をしたとて見せる相手がいないから多分やんないんですね。そそそうそう,そうっていうか今も見せる相手がいたとしてもあんまり自分からはやらない <laughs>。 いやなんんかかねね恥ずかしいんですよねコスプレとかもなんか誰かの衣装とかをこう借りてお借りしてやるとかだったらなんかこうなんだろうなお仕事でやってる感はあれなんですけどそのなんか自分でプライベートでやるっていうのがちょっとなんかかゆいですね恥ずかしい何なんかそのはい。 もう元からそのプライベートでもやる習慣があればね抵抗ないんだと思うんですけどどうもなんかやっぱり生写真の時くらいしかほぼ着ないでもあの今年は珍しくなんかハロウィン遅めハロウィンで次のオフライン最後なんですけどオフラインおしゃべり会11月23日になんかピンクのメイドさんの を買ったのでおしゃべり会、まあ、たまにはねおしゃべり会でも私服じゃない服装で参加するとかっていうのでねファンの方を飽きさせないような工夫をしていかねばならない。ということで私個人的なその何て言うのかなあの何て言うの私の本能と逆らってはい。 <laughs> 本能に逆らって、えー、コスプレをするのでその勇気勇気をたたえたたえあの温かい目で見守っていただけたらなって思います。はい いやこうなんだろうねそのかわいいコスプレを自分で買って「ああ私ったらこんなのも似合うのねかわいいわね」って言ってこう見せられる勇気があればいいんですけどちなみにそんな勇気は私にはないない怖いもう <laughs> あ無理させてごめんとかそういうことじゃないんですよ そそうそう,そう私も最近その自分が選ばない道をやってみたっていうのをやるのが好きでしてはいなのでこうなんか本能に逆らってみる何て言うのなんか自分らしくないことをやってみるみたいなのも自分らしくないまあ、でもアイドルでいる以上というか。 こう48グループのメンバーで特に自己プロデュースが結構やってくるメンね、あね自己プロデュースがすごい強く押し出されるじゃないですかっていう場合だとですね多分だけどコスプレは得意な方が絶対に圧倒的にいいそうそうそうなんかちょっと私みたいにコスプレが苦手な私はちょっとあのわ <laughs> らって感じもう。 すごいあのはいなんであのね頑張っていきましょうっていう感じですです <laughs> はいということなのでなんかねさっきからねありがとうございますこちらのいただくあのコウモリのギフトが唐辛子に見えてしょうがないそう <laughs> うんそうなんですよね あク,リスマスクリスマス好きです。クリスマス好きです。2回言った <laughs>。クリスマスは、まあ、うん。でもプレゼント届かないかもはるかのとこに。サンタさん来ますかねサンタさん来てくれるといいな。サンタさん来てほしいな。 あんたさーん。あんたさーん。あー。もはや。トナカイになる。難しいですねー。 ん <laughs> 私の充電はあと何パーセントちょっと縦にしますねあ多分大丈夫私今日 なんかポーチなくしたんだよねなんであー2階に置いてきちゃったのかなああねなるほどねうん大丈夫あと50分充電持つはずですこのね場所がねコンセントが近くになくってあるあるんだけどそのちょっと コードの。あれが、あれで。あれなんですよ。ね。あれがあれで、あれなんです。そうなんです。どうだった、今日は。急に。どうだった。 おしゃべり会に参加したみんな、今日の私はどうだったそしてじゃあ今日参加、参加できなかったよって。なんか、忙しくってとか、申し込み忘れてとか <laughs>。可愛かったです。今日はあれだった。どうだったんやと。 目め大きかった可愛かっったた可愛あること知らんなんだ <laughs> 申し込みはだいぶ前だったからね確かにね聞き取り調査仕事がーってお仕事頑張ったんだねえらいよ来週のオンラインは参加します待ってます今日はフレンドリーだったねフレンドリーだったそう いつもフレンドリーはフレンドリーだけ今日は特にフレンドリーだったかもねそうだね <laughs> 申し込みの後に好きになった本当にそうなのじゃあ次は申し込んで会いに来てくれますか来てくれますかどうですかねわからないですね <laughs> 好きっていうのはね言葉では何とでも言えるんですよ言葉では何とでも言えるんです <laughs> そう誰にでも何回でも言えるです,です <laughs> そうですよ言葉巧みにね そうやって言うかもしれないけど <laughs> そうみんじゃないことしてたえな何ですか何で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  <laughs> 言葉にはできない「I love you」あ逆にね何え本当に好き試験 資格試験終わるまで待ってってえー、頑張って <laughs> なんか本当っぽくってちょっと嬉しくなったしかもなんか頑張ってることが今あるんだね頑張ってね応援してるオンライン参加しないからいつまでたっても欲しい「星誰」的な感じ すごい大事なところが欲しいになってるけどもまあオンライン参加しない派の方もいるよね逆もいるオフライン参加できないオンラインの方が場所とかは自分でやれるから参加しやすいまあ参加しやすい形で参加していただけたらと思いますけどこんばんは。 こんばんは <laughs> こんばんは何オンラインの方があなんだなんだじっくり話せて好きそう、いいこと言いますねオンラインはねじっくりゆったりまったり話せるところがいいところですねやっぱりオフラインだとこうにぎわってるから 他ののファンの方もいてね会場がさ広いくってさガヤガヤしてるからみんなレーン並んでオンラインはこうイヤホンして画面に向かってなんか2人っきりの空間みたいな感じがあって周りの音とか気にしないからじっくり話せる感じありますね確かに。 オフラインだとこうなんかその場のテンションとかなんかこう剥がしの人とか流れってとかだから「わーありがとうわー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 みたいな感じでなることもまあなんかそんなイメージかもしれない。まあ、わずっとわーわー言ってるわけじゃないですよ。オフラインもねある程度ちゃんとある程度っていうか <laughs> ちゃんと話せるので安心してください。でもまあオンンラインの方が まあこうなんかしっとりしてるかなハートありがとうございますあー嬉しいありがとうそうそうあ,んちゃんある程度なんか失言でしたオフラインもあのちゃんと喋れますよ私ね喋れるんですよそう <laughs> 久しぶりにね会いに来てくれたファンの方もう3年ぶりくらい来てくれた方が3年前に話した時はすっごいやばい子だったからなんか成長したんだねってびっくりされてああ3年前はそうですねちょっとそういう結構会話成り立たない時期だったかもしれないですね だから、あのーまあ、そのせいでもしかしたらその方はねそのリピートをしなかったのかもしれないですねああ通うのはちょっといいかなって <laughs> まあね、まあ、また来てくれたからねすごい嬉しいなって思います。雨すごい みんなはまた来てねあつそうそう会話成り立たないって言われてんでだろうねいや成り立つは成り立つよね今はすごい成り立ってるっていうかはるか なんかすごい話しやすい人だから <laughs> 自分で言うな <laughs> いやマジマジ話しやすいで有名だから <laughs> オンライン一度は行かないとだなのえ聞い,聞いて聞いて聞いて待ってる <laughs> いやマジマジそうだよ 確かにってありがとうございます。もっっとくれ確かにってああありがとうございます。マジではるるん、あちょっと流れてっちゃった。と、あ流れてっちゃった。話すと、楽しい。あありがとうございます。ほんまにお話しするの楽しいのあよかったよかった。でもショールーム見てたら楽しそうよな。あよかったよかった。それそれ、そういうコメント待ってた。もっとくれ。 帰宅で可愛いいいとと思まましたありがとうございます <laughs> すごい言わせてるなんかすごい誘導尋問みたいなそんなことないよねはるちゃんのお顔を見れるだけでもいい感じああはいはいありがとうございますナイス。<laughs> ナイス冗談じゃなくはるちゃんは本当に喋るしあーありがとうございますありがとうございます <laughs> それぞれそれぞれ,そ,れそういうコメントレビュー大事やっぱ不安だもんねそのなかなかさ生き慣れてない方からしたらさその。 お金を払って時間を、ね、かけあの作ってきてくれるけどさうまく話せなかったらどうしようとか緊張するなとか固まっちゃったらどうしようとかなんか話題忘れちゃったら話すこと思いつかないなとかさいろいろあるじゃないですかだからそれそれ お任せはるかにお任せのコーナーですしゃべり会でにらめっこしたいいいよ私ねマジで強いよ <laughs> 人の目見れるんですよ私ったら人の目見れるこれなかなか分かれるんじゃないですか相手の目を なんか目フェチ瞳フェチ瞳フェチってなんだろうなんかでも瞳…瞳好きなんですよわかりますかねあの <laughs> …人の目を見て話すのってちょっと緊張するなとか思うけどでも… なんか人の目を見てると結構分かりやすい分かりやすい人もいる、まあ、けどあでもなんか同じくらいこう瞳瞳フェチというのか分かんないけどその私も人の目を見て話すの苦手じゃないけど向こうも。 人の目見て話すの苦手じゃないっていう人の場合だとちょっと負け負ける <laughs> ちょっと負ける時ある実はなんかでもなんか昔からのこれは根性なんかプライドがあって人よりもなんか人の目見て話せるような人になりたいってなんかあるじゃないですかこう。 み見ててくるものがだからなんかそれははい負けたくないって思ってたんだけどでも意外と多分平均的だと思う <laughs> けど負けないぞっていう気持ちではすごいあるそうそうそうのつけそうなんかいやこんな怖くないですけどそう だから <laughs> あのそうですよでもどう目見られて離されてさると怖いあでも私の場合ずっと目を見てるんじゃなくって程よくそらしながら見るからそこがテクニックです <laughs> 知らんけど <laughs> ちょっと今適当に喋った「照れる?」 照れるってさ、どっちなの照れるっていいのそれとも照れるはいい意味照れるからまもう来ないで怒ってなる <laughs> どうなんだろうなんかでも あいい意味あ、いい意味なんだそれはよかった <laughs> そうそう <laughs> あこんばんは。 どんなんだろう目をまじまじと見て話されるとどうあでもなんかこの前テレビで見たけどなんかこう目をずっと同じように見てるんじゃなくってたまになんかなになんか難しいな。んか 目をたまに開いて開くとなんか魅力的に見えるらしいよだから普通に喋ってる中でたまに <laughs> するといいんだってまあできた試しはないですけど研究熱心やえはず <laughs> <laughs> えでもなんかたまにやるそうなのでもなんかカメラは歌番組とかさなんかこう曲 MV のリップシーンとかさこう普通に歌ってるけどめ線 そらすみたいななんかえ <laughs> 目線そらしの術ってなんかあるよね <laughs> いやわかんない私ねウインクできないんですようまく <laughs>。 あの一瞬だったら写真で撮る場合マジでできないちなみに左は本当にできないてかもう首ごと曲がるってなる右はギリできてるはいこんな感じ カサキすると難しいあっ違う違うまぶた違う違う、えっと、ウインクするの難しいまぶたの筋肉がバグる「ででテテレレでで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 ゴミ入った?」って入ってないわ いろいろと悩んでしまうことそうなのどんなことを悩んでしまうんだいどうしたんだい <laughs> どうしたんだい聞かせてみなさい私、自分で言うのもなんなんですけど相談ごとに乗るのめっちゃ得意なんですよ そんなわけないじゃんって思うじゃないですかでもめっちゃ得意小学校の時とか友達からの相談事めっちゃ乗ってたはいえ私の相談事に乗るのが得意ポイントその1はまずすごく温かい かかく迎え入れる <laughs> 暖かいすごく温かく迎え入れることができるあと私はあの勉強ができない勉強できるできないとかではなく勉強はまあどちらかというとできないんですけどあの字の頭の良さがあるので <laughs> はいそうです。あの だからあのー、そうそうそうそれとあと主観と客観と俯瞰そして頭と心で考えることができるので、あのー、一つの悩みからいろんなこう角度から考えることができる。 なおかつでもその人にとって、あのー、その人の相談事を解決することが大事なのかそれともその相談事を持ってきてくれた人は解決というよりかはなんか足りない部分なんだろう欲しい言葉があったりする時もあるじゃないですか。 それをちゃんと相手に合わせて言葉でお伝えすることができるえすごくない <laughs> すごくでもメンバーから真面目な相談を受けることはほとんどないマジでないもちろんスタッフさんからもないない <laughs> 誰も私に相談をしてきてくれないんですよしかも秘密は絶対に守る <laughs> これだけはそう小学校の時とか中学校もそうだけどさなんかさ秘密話をさ誰かにしたらさもう絶対に内緒にしてね絶対だよ ももうお母さんとかかにも言っちゃダメだからね私となんとかちゃんだけの秘密だよみたいにさ言い合うけどさ1週間後にはクラス全員が知ってるみたいなさホラーあるじゃん私の場合それは絶対にない <laughs> はいだからみんな相談事をするんだったら絶対に私にするべきだとすごい思うけど私の周りの人 は全然私に相談事をしてくれない <laughs>。悔しいですね。はい、なんでですかね。多分でも、それは、あの。私実はしっかりしてるんだけど。しっかりしてる。ところを。あんまり表に出さないからですね。そうそう。しっかりしてる自分をそんなにこうひけらかさないというか <laughs>。 まあだから実はしっかりしてるっていうところをねちょいちょいこうやってアピールすることによってもしかしたら相談者さんが現れれれてくれるかもしれないからいや本当にとびっきりのいい相談相手だと思うんですけどね私。誰も相談はしてくれませんね。 おしゃべり会にれうんおしゃべり会になれるコツかでももうなれるっていうともう本当にとりあえず参加してみることが一番つながるかなとは思いますねでもこう短い時間で やる何回か行くっていうのと、その何回かっていう分をぎゅっと一回にまとめてみるのとでも、また自分違うし、その自分に多分あったなんだろう秒数とかってきっとあると思うんですよ。皆さん、そう結構一枚を出し一枚で何回も回るのが自分好きだなっていう方もいれば。 そそうそうゆったたたりり喋いいいなみたいなみ方もいるしだからそれが自分がどっちの方が得意なのかなっていうのを見つけるだけでもやっぱそれは一歩進歩進しますよね、うんうん、メンバーによって私は他のメンバーのおしゃべり会の雰囲気があんまり分かんないけどでも NGT のメンバーはみんな温かく迎えてきて迎えてくれるだろうし。 お話ししたいこととかがね先にこう考えてきてくれる方もよくいるけど、まあ、もし不安だったら考えてきてくれてもいいけどでも私のところに来てくれる方はみんなそのもともと話したいことがあって来てるわけでもない方もいる何だろうな結構私に任せてくれる方もたくさんいるから。 うん、一瞬待つけど一瞬なんか「こ,この前の公演がさ」とか「なんかこの前ショールームで言ってたあれさ」とか話し出してくださる方がいるからちょっと話がかぶっちゃうと申し訳ないので一瞬「こんにちはーこんにちは」ってなってから一瞬待つけど一瞬待ったら結構私から話し出しますね。近況報告会をとりあえずししたいし なんか私の生活の中でのこう感覚とか私の近況からなんか聞きたいこととかたくさんあるしなとかさんのはこれはどうなのとか,なんか結構普通に友達みたいに話せちゃうからみんなとはあんまり心配しない方がいいんじゃないかなと思います。<laughs> 敬語で喋った方がいいですかえ、全然気にしなくて大丈夫ですよどっちでも 初対面でもフレンドリーな感じですかうん。フレンドリー。<laughs> フレンドリーだよ。うん。 劇場とかたくくさん来てくれててれ私推しではないけど劇場でたくさんお会いできてるなっていう方が気になって来てみたんだよねって言われると何だろうすごいめっちゃうれしくって一方的に劇場ではお見かけできてたけど一対一で話せたことってないなみたいなそれで何かめっちゃ私がすごいうれしくなっちゃって。 なんか色々聞きたいんでまず来ようと来ようとしてくれたのかなとか来てくれたってことは最近私もその人の中でちょっと浮上してるのかなとか <laughs> そのもとでも推しメンの好きなところとかも理解すごい共感できるしあじゃあなんかその推しメンちゃんと。 私が SNS とかで写真とか載っけたら喜んでくれるかなとかさいろいろ思うしでもなんかそのお外のお仕事からこつながってきてくれる方とかもいてだから NCT をこう全然知らないけど「来てみました」みたいな。 すごいよねそのなんか結構登録とかしないといけない手続きとかがあるのにさそうやって来てくれる方がいてさめっちゃ嬉しくってそうそういう方もね来てくれたから時間いっぱいお話ししたいなとか。うん そうだよー。<laughs> はいえー、はるか冬になったら今年こそ雪だるま作ろうかな小さいサイズじゃなくて中くらいいいサイズがいいですね大きいサイズはちょっとでかってなるから中くらい中くらいはこのくらい。 このくらいこのくらい5 0ンチくらいいつもね冬の終わりくらい雪解け始めくらいに滑り込み雪だるまするので小さいサイズをこれではい今年も雪だるまを作りました っていうことにするので、あのー、今年こそは。中くらいサイズを作りたいと思います。今のは40センチくらいでうるさいわね。50センチなのよ。50約ね。そう。約50センチっていうのはね。30センチから60センチのことを言うから。私の中で <laughs>。 そっち雪たくさん降るうーんいつもたくさん降る新潟は結構降るよでも年によるかもなんかあんま降らなかったねっていう年もあれば新潟市内ももさもさに雪が降る時もあるしでも新潟市が雪本気出した時マジでやばいほんとにそのなんか十日町とか さあ上越の方はさあすごい雪が降るスキー場とかでさあ結構観光客もにぎわうじゃないですか新潟市内はそんなに毎年降らないかなっていう時の方が多いんですけどなんか3年に一度くらいすごいもっさり降る時があってですねちなみに去年がどうだったかっていうのは全然覚えてないんだけど去年あんまり降らなかったんだっけ そう本当にね床が滑るあ道かなんか私本当に滑りやすいんですよねだからマジで転ばないようにしないとでもね去年はね転びはしなかったでも滑ったこけたのは2回くらいあったかも覚えてないやでもあそうだそうだ私去年のえめっちゃ思い出したそうちょうど1年前くらいの。 っていうかね明日が NGT のツアーファーストツアーの千秋楽から1年なんだってファンの人が教えてくれたんだけど明日が1年で大変だったんですよ私初舞台が12月だったんだけどだから11月の頭くらい。 から稽古でそうあそうそうでこの前なんか写真のフォルダを見てたら「そのコンカフェエンジェル」のオールアップがこの前だった10月の下旬ちょほんとついえ一昨日くらいかも昨日か一昨日くらいでそれからちょっと経ってから。 ツアーの千秋楽超絶大事なツアーの千秋楽でそれが終わってから舞台初めて人生初めての舞台のすごい稽古とすごい本番だったいやめっちゃ大変だったんですよで舞台が終わって 帰ってきたら大雪だったんですそう去年の私の目標は年越しまで生きてることだった1年前年越せるといいなって思ってたなんか今年はね割と穏やかに年越せそう今年はでも夏がやばかったからねはい まあそうだ去年めっちゃ大雪だったしかも帰ってきた瞬間に家族がコロナで実家に帰れなくてホテル生活を1週間くらいしてた新潟で <laughs> で外が雪そうだ私去年のクリスマスホテルで過ごしたんでしためっちゃ思い出してきたクリスマスホテルで過ごしたんだった <laughs> えー、そうなのえー、悲しいよねめっちゃ悲しいの覚えてるもんめっちゃ雪もさもさ降ったクリスマスの日にコンビニに行ってたこと一人で <laughs> ホテル暮らしだったからもう。 いやでもよく考えてみればさ近くのご飯屋さんとかさ行けばよかったよねでもそんな行動力なかったんですよなかったでもコンビニにクリスマスの夜にコンビニにいるのって何かよくない なんか良くないないんかさなんかちょっとそのその悲しすぎて悲しすぎてドラマっぽくないなんか設定がシチュエーションが寂しすぎてドラマっぽい何だろう <laughs> そうそうそういやでもなんかコンビニその日その時間コンビニにいる人たちみんな仲間って思ってたもんすごいなんか。 なんかわかんない、いつも。こうコンビニに行った時とは、また違う、こうなんか、店内のこう一体感 <laughs>。なんか。そうそう、すごい感じましたね。店員さんも、私、お客さんも、はい。なんか今日はクリスマスですよね、で、今夜ですよね。なんでここにいるんですかね、私たちみたいな。 <laughs> 一緒に過ごす相手がいないからみたいななんかそういう感じがすごいなんか仲間意識はいありましたね。<laughs> ねえ。 えでも割ともう大人だったしなんか全然寂しいとかはないけどあクリスマスの夜にこんな感じなんだな私わらわらって思ってた <laughs> あそうでもなんか確か雪がすごすぎてそのコンビニにもうなんか。 おににぎりのコーナーナとかがもう何にもなないいみたいなパンしかないみたいなその賞味期限近い系のものがこう多分もう届かなくってトラックとかがそうそう品物が薄,薄すぎた品薄すぎたそれでめっちゃ困ってたえ今絶対におにぎりが食べたいのにおにぎり売ってないんだけどみたいな。 そうだそうだった新潟大変だったんですよなんか雪雪すぎてそうだね去年めっちゃ大雪だったんだえ全然なんかそんな感じじゃなかったな不思議そうだよね大変だったねなんかいろいろ思い出してきたねそうだわ 物流大変だったうんうん今年は素敵なクリスマスになるといいねいいなにしようね <laughs> あとはなんだ年末年始年末年始私年末年始が好きで。 クリスマスもまあ好きだけど外の雰囲気とかはいいですよねクリスマスえー、最高だねなんかだって街がりんりんしてたりしてポワポワした光がなってるんでしょイルミネーションとかさ新潟駅のなんかの近くの私イルミネーション木のやつ私あれ小さい頃から大好きであれを今年もちゃんと見に行かないといけないです光の ベンペンバーみたいなはいそうそう欅キ通りのところですすごいねいいんですよ綺麗小さい時からあそこドライブするのがすごい好きではいあそうページェントですあ言えてたはずなんですよちょっとはいえ <laughs> あとねあでも年末年、ね、始あそう私お餅すごい 好きだなーって毎年そのお正月に気づくんですねなんか年中お餅食べるほどお餅好きな方っているじゃないですかまれにでなんかそう。でもなんか私普段そうそうなんかお正月になってお餅の魅力にこうまた気づいてあ私も今年1年は別にお正月じゃなくてもお餅食べようって思うんですけど。うーん 3月くらいになったらもうお餅の存在を忘れてますねこう主食炭水化物は麺かパンか米っていう選択肢になっちゃうあとさつまいもそうさつまいも大好きだからなんかお餅がお餅という選択肢を忘れがちでもお餅大好きなんですそうお餅好きでもお家に今お餅ないからまあいっかってなっちゃいますね お餅食べたいですねあとねあとなんだろうお肉食べたいですお肉はでも年中好きだから食べますねはい <laughs> あとあお刺身も好きですね、まあ、お刺身も別に関係なく食べるんですけどでもなんか雰囲気がいいですよねテレビつけたりとかさ なんかするとさすごいいいじゃないですかなんかはいあとこたつとかあのこのおの家にこたつがなくっておばあちゃん家にしかこたつがないんですよねえ悲しいえもうさ年越しの気持ちになってきた早く年越したい年越しになった明日明あさって ハロウィンだというのに早く年越したい年越しに早くなってほしい,年越し,い、えー、年越したいえ年越したい年越したい年越したいえー、年越したいえー、年越したすぎるアイドルであと2ヶ月やってこうかな <laughs> あ、待ってでも今年お年玉もらえないんだよはるか <laughs> あ、悲しいえお年玉あげる側になるなんて言わないよねえ、無理無理無理え、でもね、あの 今年小学校5年生か6年生くらいのいとこがいるんですよえでもいとこがいとこにさお年玉あげる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 のかなあやっぱり確かに2ヶ月冬眠ありそうそう今年冬眠しようと思ったんだよね布団で冬眠 なんか毎年その冬の朝になるとなんで私冬眠する生物じゃないんだろうなってすごい毎朝考えるの寒い日の朝に雪が降ってるし風も冷たいしとても人が歩けるような外ではないだから今年はね冬眠しようかなって思ってる去年はさ舞台とかあったからさ 今年はね、そうそう、布団の中で冬眠しようと思ってるこたつとかそんなわがままは言わないデッ代もかかるしね、こたつはだから布団で冬眠するそう、謙虚冬眠冬眠します冬眠してクリスマスの頃になったら起こしてください クリス,マスまあクリスマスで目覚めなかったら年越しまでには起きますはいのでえ19年生きてきて初めてです冬眠だなんて楽しみだな 食べ物かき集めなきゃ炊飯器布団の横に置こっかなご飯炊けるように布団から手を伸ばしてピッそれありありあり目覚まし時計かのように。 自分で炊くの、うん。ニートやん、え、ニート。<laughs> なんですって。<laughs> 雨の音、え、雨の音、雨強いよ、気をつけてね。うちのめされないように。 <laughs> 雨降ってるえ、雨降ってないですか新潟はねめっちゃ雨だよ今,え今日はどうなんだろう全国的に雨なのかなでも本当に日が早いなんかもう日が早い日が早いそう日が早い4回言っちゃったそうなんですよ 本当は晴天です東京晴れですそうなの東京晴れてるのいいななんか東京って晴れが多くってさ行くだけで気持ちいいですよね新潟でさ晴れてる日ってなんか10日くらいしかないんですってそうまあ年にもよると思うんですけどでもなんか東京に行ってそのなんかすごいもう本当に 晴れててめっちちゃ気持ちい,いなんか新潟で晴れの日があるとめっちゃ気持ちいいんですけどそなんだろう東京だとほぼ毎日こんな感じなんだろうなって思ったらあうやましくてしょうがないあと2分だってやばやばあじゃあ誕生の皆さんをお呼びしますねはいじゃあいきまーす。13位位位位ゲコタさささん11位さんんイカチ クッキーモンスターメガネさん9位ユージさん、えー、と8位トシヤさん7位フミノンさん6位ミツオキさん5位ぴょんぴょこぴょんさん4位おしょうさん3位勘九郎さん2位ゆららさん1位おつかれさんですありがとうございますはい ということで皆さんありがとうございました東京へおいでよえ行きたい行きたいピュ <laughs> ーンということで皆さん今日も見てくれてありがとうございましたおしゃべり会参加してくれた方ありがとうございました 私は冬眠しますじゃあおやすみなさい <laughs> 白鳥そう新潟白鳥飛んでくるのこれ多分白鳥の鳴き声聞こえますかえ全然違う人だったらどうしよう 必要だよね。聞こえるそう、白鳥飛んでるんですよ。またねー。あ、終わるあと十秒くらいだ。ありがとうございました。じゃあ、みんな。バイバーイ。<laughs> やば、終わっちゃう。またね <laughs>